東急線系電車伊賀鉄道200系電車伊賀鉄道200系電車は、伊賀鉄道が2009年に導入した電車である。2009年12月24日より営業運転を開始した。860系は第三種鉄道事業者として、近畿日本鉄道が保有しているが、本系列は、伊賀鉄道が保有している。1961年から1962年の、 製造から45年以上が経過している860系車両の置き換えとして、東京急行電鉄で使用されていた線系電車を、東急テクノシステム、長津田工場で改造した上で、制御電動車も200型から制御車、900系の2両編成が導入された。主な改造点は、以下の通りである。種車の形状から、前面は二百一編成と二百三編成、二百四 編成のうち区103区104が貫通扉が左に設置されている前面202編成が中央に貫通扉を持つ前面203編成204編成のうちも203も204と205編成は新たに戦闘車に改造されたため非貫通型で丸型全消灯となっている。尾灯はシリーズ21や大阪線。 201編成と202編成と205編成が忍者列車のラッピングが施されているが各編成でベースの色は異なっている204編成は正面が服に列車以外の式号のラッピングで側面は広告ラッピングとなっている203編成は名刺コンサルタントラッピング号となっている電算記号は SE 2009年度から2011年度の3カ年で860系の全編成を置き換える計画であり、2009年度と2010年度は、各2本が置き換えられた。さらに2011年度に1本が置き換えられたが、当初の所定量数より1本、少ない後編成で、増備は終了した。なお、860系は、ダイヤ改正前の2012年3月10日で、 定期運用から離脱している。車体幅が8 6 0十 k よりも広いため、入線に際して各駅のホームを削る工事を実施した。車内の座席はセミクロスシートになっており、一両に8人分の固定クロスシートが設けられている。この座席は、京阪急線軽電車の車体塗装変更、全席ロングシート化改造の際に余剰となった固定クロスシートを購入し、 長津田工場にて取り付けたものである。203編成と205編成は、京阪パス線軽電車の車内リニューアル、一部座席のロングシート化改造の際に余剰となった転換式、クロスシートを購入し、長津田工場にて取り付けたものである。車体だけでなく、車内ドアの一部にも忍者のラッピングが施されている。205編成の車内には、木材が多用され、 キークトレインと呼ばれている。優先席は伊賀鉄道への譲渡時に優先座席のステッカーに貼り替えられたが、東急時代に設置されたオレンジ色の吊り革はそのまま設置され、携帯電話仕様のマナーステッカーもそのまま残されている。車両番号横の番号は、先頭車正面形状。他社の東急線形譲り受け者、松本零士による、 特別デザイン車両が存在する他社の車両、ありがとうございます。